情熱の赤いバラ、良き。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクセーションサロン、ゆみの館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、バレンタインをイメージしたシンフォニア村に行ってみたいと思います。ここ中名をご希望かしら。一でもいい500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。バレンタインをイメージってことはチョコとかがいっぱいあるんかな。ええ、お任せくださいな。では夢をドレスするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、シンフォニア村に出発。はい、シンフォニア村に到着。お、レンガの道。夢の世界へようこそ。あなたは今、シンフォニアという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは都のシンフォニアの世界をご堪能遊ばせ。さあ、バレンタインをイメージ、お、めっちゃ、白いチューリップがいっぱい。これはメガホンかな？いやね。え、なんかすごいね。そしてほら、こっち側は、レンガで道ができとって、これちょっとした水かな？すごい立体的に見えるよね。で、向こう側に、花が咲いてある。あ、待って、なんか向こうに、一軒だけ離れたところに。どうも。カイ君、ショコラカフェへようこそ。ショコラカフェ？絶対美味しいやろ。こんな感じのお家。ん？家の前にも。なんか、ロールケーキみたいな花やね。美味しそう。はい、お邪魔します。お。この音楽は。この音楽って結構ホラー村とかでもかかってない？なんていう曲やっけ？ケケトロニカ。まあ、別にホラー的な曲なわけではないんかな。よく聞くってだけで。お、こういうところにもしやレシピ本が置いてあったりとか。じゃ、なんかこのカフェの秘密が。企業秘密があそこに隠されているような気がする。そして入ってすぐ真ん中に。カーネーションかな。かわいいよね、カーネーション。え、てかなんかすごい大人っぽい感じのカフェや。ケーキもいっぱい並んでて、良きだね。お邪魔しました。はい、そして、さっきのカイ君がカフェのオーナーということなのだろうか。かっこいいね。なんか男の人でそういうのかっこよくない？え、なんか私男友達とかでも、なんか白い花がいっぱいあるね。男友達でもすごいなんかパティシエ目指しよった人とかおったけどすげえって思いよった。お。なんて読むのこれ。南国フルーツ園。プランテージって言うんかな。南国フルーツ、あ、さっき私が通ってきたところが、おびっくりした。ここってことか。いっぱいフルーツが乗ってる。ここのフルーツを使って、なんかカフェの商品とか作ったりとかしようかな。はい、そして、あ、どうも。リリコさん、村長さんやね。ハッピーバレンタイン。情熱の赤いバラ。よき。さっきまですごいね、真っ白な感じやったけん。この赤い感じ。めっちゃいいね。はい、それじゃあ、お邪魔します。ここは村長さんのお家ということか。ハッピーバレンタイン。みんなバレンタイン、誰かに渡したりとかしたんかな。こんな時に限って早めの編集で、バレンタイン前になってすみません。なんかね、この時期になると、バレンタイン用のチョコレートとかがいっぱい、店頭に並ぶけん。超絶楽しいけど。
あ、家の中にもあるやん。え、これバラやよね。外に咲いとったのと同じ。私、飛び森の中の、あの、カーネーションとバラの区別があんまりつかなくって。え、でも多分、あの、カーネーションの方が、私が好きな感じの花やと思っとる、勝手に。はい、それじゃあ、2階へ。お、2階も、同じような雰囲気。本がすごい好きなんやね。1階にもなんか本山積みになって置いてあったことない、暖炉の前に。でも暖炉の前で、なんかこう、暖かく、ぬくぬくとしながら、本を読むってめっちゃいいよね。で、私的には、私いつも飛び森の中で、暖炉の前といえばロッキングチェアみたいな。なんかロッキングチェアに座って、暖炉の前でおばあちゃんが編み物をしよるっていうイメージがすごいあるんよね。まあ、そんな光景、見たことないけど。なんか暖炉のあるような家を見たことがないけど、でもなんか、外国の映画とかってそういうイメージじゃない結構。あ、ノートパソコン。なるほど、ここで仕事とかもしたりとかするんやね。もしやバレンタインは、手作りのマフラーとか、手袋とか、そういう感じなのでは。いや、そういうの作れたら、いいな。いいなと思うけど。なかなかね。ほら。あ、でもって、暖炉の上に、あれ、アロマのやつよね。アロマポット。なんか、あったかいところにあったら、どんどんこう、匂いが上に上がっていくけん。いい感じに、こう、匂いが広まってそう、部屋中に。え、なんか意外と、サーフィンとかするの？サーフィンとかするの？そして、釣り大会のトロフィー。何気にこう、海に生きる女的な。まあ今はこのバレンタインのね、この季節やけん、ちょっと海とかは無理かもしれんけど、あ、こっちはキャンプ場か。普通にこっち海のつもりで来てしまった。このなんかね、結構、レンガの道と水路。この、なんて言えばいいんやろ。この組み合わせ、すごい好きなんやけど、なんかめっちゃ立体的に見えるよね。良き。超絶良き。そういう感じで道を組み合わせたりとかっていうのが全然できんけんさ。私はただ単にこう、道をひたすら敷き詰めていっとるだけで、メインのアイナ村の方。こういう風に水路とか組み合わせたらね、多分もっと立体的に、綺麗に、できるんだろうなぁと。お、広場まで出てきとるやん。かいくん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。と、一応この広場に置いてあるメガホンを使って誠一さんを呼んでもらったら、マイデザインのドット絵を公開してるらしいので、ぜひぜひ見てくださいまし。そして村長のリリコさん、ツイッターもやってるので、そっちも見てくださいとのことです。